徳川家康、戦国乱世を終わらせ江戸幕府を開いた人物である。家康の生涯は苦難の連続であった。その苦難は高齢になっても続いた。家康が関ヶ原の戦いに勝利し幕府を開いたのは彼が62歳の頃である。豊臣家と死闘を行い死にかけたのは74歳の頃である。長きにわたって続く家康の苦難の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、幼少期の苦難。1542年、三河の国、岡崎城。松平家の嫡男として家康は生まれる。家康、父親は松平広忠、松平家の当主である。我が子よ。ちっち、早速だがお前には今川家に行ってもらう。え、松平家の領地は東に今川家、西に織田家に挟まれており、肩身の狭い思いをしていた。父広忠は国を維持するため息子である家康を人質として今川家に差し出すことを決意していた。織田家の脅威に対抗するためには今川家の力を借りる必要があるのだ。国のため我慢してくれ。はい。こうして家康は今川家へと送り出された。家康が6歳の頃だった。こうして始まった家康の人質生活だが、その始まりの過程でもごたごたがあった。今川家に送られる途中で織田家に奪われ、織田家の人質になったり、松平の息子はもらった、え、人質交換によって今川家の人質になったり、松平の息子を返してもらうぞ、え、え。家康の幼少期は目まぐるしく過ぎ去っていく。今川家で人質生活が始まってから約10年後、16歳となった家康は今川義元の姪瀬名と結婚する。結婚から2年後、瀬名との子供松平信康が生まれる。信康、おお、嫡男が生まれたか、めでたいの。ありがとうございます義元様。人質という立場ではあったが、今川家の重臣候補として義元からは期待されていたようである。ただし家康が義元を慕っていたかどうかは別問題である。家康が今川家で人質生活を送る中で父広忠は死に、松平家はほぼ義元の手中に収まっていた。家康が義元に対してどのような感情を抱いていたのか、その本心は家康自身にしかわからない。信康誕生から1年後、家康は生涯の転機を迎えることになる。チャプター2、一度目の切腹未遂。1560年、桶狭間の戦い。今川義元が織田領に侵攻し、織田信長と戦いを繰り広げた。家康も今川軍としてこの戦いに参加していた。今川軍の兵力なら織田軍を圧倒するだろう。今川軍の兵力は約2万5千、対する織田軍の兵力は約3千人。圧倒的兵力差のため家康をはじめ多くの兵が今川軍の圧勝に終わるだろうと考えていただろう。しかし戦いは織田軍の勝利に終わる。今川義元は討ち取られ、今川軍は総崩れとなった。終わった。自軍の敗北を知った家康は戦線を離れ菩提寺である大樹寺に逃げ込んだ。そして、切腹しよう、もう無理だ。家康は切腹を決意した。死ぬな、死ぬならやること全部やってから死になさい。家康は大樹寺の住職東予天室に説得されて切腹を思いとどまった、そして、今川家から独立する。家康は今川家からの独立を決意し、独立の道を歩み出した。19歳の頃である。その後家康は織田信長と同盟を結び徳川家康と名乗った。これ以降家康は天下を目指す信長と共に戦国乱世を渡り歩くことになる。チャプター3、織田信長と家康。尾張の一大名だった織田信長だが、強大な力を持っていた今川義元を倒したことでその勢力を一気に拡大した。さらに将軍足利義昭の信頼を得たことで信長の影響力は飛躍的に広がった。飛躍し続ける信長のパートナーとして家康も奮闘していた。しかし影響力が強まるのと比例して信長と家康の敵は増えていった。二人が特に苦戦したのが甲斐の国の戦国大名武田信玄である。信玄は後の世で戦国最強と評されるほど
百戦錬磨の武将であった。武田信玄は勢力拡大する信長を牽制するため、信長と同盟を組む家康の領地へと侵攻した。まずは徳川を叩く。信玄が攻めてきたか。1572年、三方ヶ原の戦い、徳川織田連合軍は武田軍と激突した。その結果、徳川織田連合軍大敗、家康が死を覚悟するほどの負けっぷりであった。武田軍強すぎ。どうにかこうにか逃げ延びた家康だったが、信玄率いる武田軍の強さは圧倒的だった。武田信玄は桁違いの強さですね、織田殿。そのようだな、徳川殿。窮地に立たされた家康と信長だったが、そんな彼らにとって追い風となる出来事が起こる。1573年、武田信玄急死。はっ、信玄が死んだ今が好機。信玄の死により武田家の勢いは弱まった。三方ヶ原の戦いから3年後に起こった長篠の戦いでは、織田徳川連合軍が武田軍を圧倒している。よっしゃ。武田軍を圧倒したことで、織田家と徳川家の影響力はさらに強くなっていく。そしてその支配を全国各地に広げていった。1582年、二人はついに武田家を滅ぼすことに成功する。やったー。家康が41歳の頃である。戦国最大の事件が起こったのは武田家を滅ぼした直後だった。武田家を滅ぼしてから3ヶ月後、明智光秀が謀反、信長様が討たれました。え？本能寺の変、織田家の重臣だった明智光秀の謀反により、織田信長がこの世を去った事件である。信長の息子信忠もこの世を去ったことで、織田政権は大混乱に陥った。本能寺の変が起こった時、家康は本能寺からかなり近い場所にいた。織田殿が討たれた本能寺はここから目と鼻の先、いつ明智の兵が襲ってきてもおかしくない。これは無理だ。よし、切腹しよう。はっ。家康は自分の置かれた危機的状況に絶望し、切腹を決意する。死ぬなー。うん、まだ諦めるには早いですよ、殿。本多忠勝ら家臣の説得により家康は切腹を思いとどまった。その後、家康一行は死ぬ気で危険地帯を脱出し、自分の領地にたどり着いた。どうにかなったな。ええ。本能寺の変から数日後、謀反を起こした明智光秀は羽柴秀吉に敗れ命を落とした。これ以降、家康は秀吉と深く関わっていくこととなる。チャプター4、豊臣秀吉と家康。信長亡き後、天下人の道を歩んだのは秀吉だった。家康も秀吉と戦いを繰り広げたが、政略的には秀吉の方が一枚上手で、最終的には秀吉に臣従することになる。こんな短期間でまさか関白にまで成り上がるとは、恐ろしいお方だ。織田政権に代わり、秀吉の樹立した豊臣政権が全国各地に支配を広げていった。徳川殿、働き者のあなたには重要な地を任せたい。どこですか？関東です。関東。秀吉は呉北条氏を降伏させた後、家康を東海周辺から関東一帯に国替えさせた。この国替えにより、家康は119万石から250万石へと大幅石高アップを遂げた。石高的には大栄転だが、新天地の関東では呉北条氏の残党が不穏な動きを見せており、不安要素も多かった。ぐぬぬ。秀吉にとっては強大な力を持つ家康を自身の拠点から遠ざけたいという狙いもあったのかもしれない。家康さんはちょっと力を持ちすぎてるからな。何はともあれ、家康はこの国替えを受け入れるしかなかった。ありがとうございます、秀吉様。ふっふっふ、徳川殿は頼りがいがあるな。こうして家康は関東の江戸に拠点を移すことになる。家康が40代後半の頃である。どこであろうと力を尽くすのみだ。おお。江戸に拠点を移した後、家康は豊臣政権の中でいろいろと活躍し、秀吉の信頼を獲得していった。そして、やはり徳川殿は頼りがいがある、わしの目に狂いなし。うっふっふ。ありがとうございます。
最終的に家康は秀吉の実子秀頼の後見人となり、五大老筆頭として政治を任されるまでになった。そして、徳川殿、後のことは任せたぞ。はい。1598年、豊臣秀吉がこの世を去る。秀吉の死後、家康は豊臣家家臣石田三成と対立することになる。貴様、このまま豊臣家を乗っ取るつもりだろ。はあ、とんだ言いがかりですよ。対立の結果、三成は政治の場から追放され、家康が実質的に豊臣家の最高権力者となった。ぐぬぬ。ふう、このままだと我が豊臣家が家康の引用にされてしまう。追放された三成はさらなる行動を起こす。1600年、石田三成は家康の脅威に対抗するため、各地の武将に協力を募って挙兵した。徳川家康を潰す。三成の挙兵を知った家康は各武将に命令を出し、三成に対抗した。石田三成を撃つ。両軍は美濃の国関ヶ原で激突した。天下分け目の関ヶ原の戦いである。この戦いは三成方の敗北で幕を下ろす。約6時間という短時間での決着であった。うふっ、おお。関ヶ原の戦いから3年後、家康は江戸に新たな政権となる幕府を開き、征夷大将軍となった。それから2年後には将軍職を息子の秀忠に譲り、自身は大御所として政治に関わった。天下太平の世がようやく訪れた。家康が60代半ばの頃である。お茶うめえ。このあと家康の生涯で最後の危機が訪れる。チャプター5、最後の苦難。家康が江戸に幕府を開いてから約10年後、1614年、大阪の陣開戦。家康は豊臣秀吉の実子豊臣秀頼と戦っていた。関ヶ原の戦い以降、徳川家と豊臣家との関係は良好とは言えず、いろいろな要因が積み重なって開戦に至った。こんな年になっても合戦か、さすがにしんどいて。この時家康は70歳を超えていた。しかしこんな大問題を放置して死ぬわけにはいかん。わしが死ぬ前に憂いは絶やしておく。大阪の陣は和睦を挟みながら1614年の冬から1615年の夏まで続いた。おお。戦いは幕府軍が優勢だったが、劣勢をものともしない猛将真田信繁の決死の特攻により、家康は命の危機に陥る。うおうお、もう無理、もう切腹する。おやめください家康様。家康が切腹を覚悟するほどの大ピンチだった。しかし対局は変わらず、大阪の陣は幕府軍の勝利で幕を下ろした。切腹しなくてよかった。敗軍の将となった豊臣秀頼は自害してこの世を去った。秀頼の死により豊臣家は滅んだ。なんとか終わった、わしの役目もこれまでだな。こうして戦乱の時代は終わった。大阪の陣集結から1年後、徳川家康はこの世を去る。享年75。死因は記録に残る症状から胃がんだと考えられている。家康の築いた江戸幕府は250年以上も続いた。今日の名言、我が宝は我のために命を投げ出す家臣なり。徳川家康。次回の日本史漫画は、非業の死を遂げた家康の妻瀬名の生涯、